藤森翔平は TBS のアナウンサー。東京都の出身で、慶応義塾高等学校から、慶応義塾大学経済学部へ進学。大学卒業後の2001年4月1日付で、有馬隼と竹内奏江と共に、東京放送へアナウンサー36期生として入社した。入社当初から、報道、情報番組のキャスターやスポーツ中継の実況を担当。 報道、情報番組では、2015年3月まで、平日夕方引く夜間の帯番組、以降は2021年9月まで、朝ちゃん、出演している。イブニング5へ出演していた時期には、J スポと合わせて、週に6日生放送番組へ、レギュラーで登場した期間があった。スポーツアナウンサーとしては、ボクシング、競馬の実況や、K1 などのリポーターを不定期で務めている。 かつては、ジェイスポのサブキャスター以外にも、イブニングワイドや、ウォッチで、スポーツキャスターを務めていた。その一方で、恋のから騒ぎに出演した、経験のある、一般女性と、2006年6月に結婚。2021年7月1日からは、TBS テレビ社内での人事異動によって、総合編成本部アナウンスセンターアナウンス一部エキスパート、 特任職スペシャリストアナウンサー兼情報制作局、情報一部という役職についている。ありがとうございます。